皆さんこんにちは。東京都サロン2021 TRD モデリスタスペシャルチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。さてここからのお時間は GR スープラデモカートークショー後半ステージです。スープラのカスタマイズをさらに楽しんでいただける昨年12月に発売されたばかりの新商品パフォーマンスダンパーとマフラーについてご紹介をしてまいります。ゲストは前半ステージに引き続きましてレーシングドライバーの飯田明さんです。よろしくお願いします。さあ続いて2回目の後半ステージということですが、はい、いかがでしょうか。そうですね、前半に続いて後半ということで、さらにこのスープラの、ね、はい、パーツが新商品が投入してくるということで、その辺を皆さんと一緒に掘り下げていきたいなと。先ほどまだまだ聞き足りない、ね、話し足りないという感じでしたからね。はい、しゃべり出したら止まらなくなっちゃうのでほどほどにしたいと思うんですけど、ね、よろしくお願いします。たっぷりと、はい、さあそしてですね、新商品、こちら飯田さんも試されたんですか。そうなんですよ、まあ、その辺をちょっとね聞いていただいて、はいはい、詳しく聞いてみたいと思います。はい、さあそしてですね新商品ご紹介をしていただきますのは引き続き TCD 商品企画の柴田さん、よろしくお願いいたします。そして、評価ドライバーの相澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではですね新商品パフォーマンスダンパーとマフラーについてご紹介をしてまいりますが、まずはですねパフォーマンスダンパーからご紹介したいと思います。こちらは飯田さん相澤さんがですね出演されている VTR がございますので、まずは映像をご覧いただきましょう。正直ね、こうパーツだけ見るとそんな変わるわけないでしょって思うんですけど、これね明らかに違います。2019年の衝撃的な復活から一部改良を経てさらにパフォーマンスを高めた2020年発売モデルの GR スープラ、通称 A91、 動力性能、ハンドリング性能に磨きをかけ、ドライバーがより一層楽しめるドライビングマシンに進化している。そんな GR スープラの走行性能をさらに高め上質な走りを実現するパーツが開発された。こちらはですねパフォーマンスダンパーという商品になります。車のボディにくっつける部品なんですけれども、一般的に車のボディってなんか硬そうに見えるんですけれども、実際走っている時にですねボディっていうのはすごい微妙なんですけれども変形してます。で、まあ、その変形に対する動きをこちらのダンパーで抑えると、まあ、そういった働きがあります。で、まあ、効果としてはですねなんかこの見た目からするとなんか微振動だけを吸収するように見えるんですけれども、実際のところは車のもっと大きなバウンシングだとか、あと操縦安定性、簡単に言うとサスペンションを交換したのとほぼ同じような違いが出てくる、まあ、そんな商品になっています。フロントですね、まあ、ボンネットを開けると見えるところにあるんですけれども、普通はだいたい1本置きでやるんですけれども、今回スープラはですね2本設定してます。でまあ、そちらに、取り付けるときにですね、まあ、ブラケットといって車とパフォーマンスダンパーをつなげる部品を作るんですけれども、まあ、そちらを、アルミ製にしてまして、ブレースっていう、まあ、ボディを補強する部品をですね一緒につけまして、ボディ補強と同時にダンパーをつけるというような両方の効果を持たせているというのが、まあ、特にフロントは特徴的になっています。まあ、リアは、そのリンフォースですね、まあ、そこのところに一番力をうまく受ける場所があったので、まあ、そちらに設定しています。でパフォーマンスダンパーっていうのはですね、まあ、基本的にどこにつけても効きは出るんですけれども、まあ、こちらの取り付け部分ですね、まあ、こちらにちゃんと力が伝わるということが前提でして、やはりそうすると車のある程度構造物に近い剛性のある部分ですね、まあ、そういったところにつける必要があります。こちらのチューニングは私がやったんですけれども、まあ、特に今回スープラの特徴的なのはすごくベース車のボディ剛性がまあ高いという部分があります。まあ、それに対して、パフォーマンスダンパーをまあどういうふうに使うかというところなんですけれども、
まあ、こう振動を抑えるということで、実はサスペンションをすごく動かしやすくする、サスペンションの機能を高めるという効果もあります。で、まあ、スープラって、まあ、FR なので、まあ、リアタイヤをいかに活かせるか、まあ、そういったところがすごく重要ですので、トラクションがかかる、まあ、そういったところを重要視して、まあ、セッティングしています。はい、ご覧いただきました。この新商品は昨年発表されたモデル DB02、 通称 A91 に適合した商品ということですが、柴田さん、改めてこのパフォーマンスダンパーご紹介いただけますか。はい、こちらの GR パフォーマンスダンパーブレースセットとなりますが、こちらはリニアなステアリングフィールを目指して開発した商品となっております。リニアなステアフィールはもちろんのことですが、接地感の向上であったり乗り心地の向上も実現した商品となっております。また、通常ですね、パフォーマンスダンパーはバンパーの中に設置することが多くですね、見えない場合が多いんですけれども、スープラの場合はエンジンルームに設置することでご覧いただくことも可能となっております。またですね、パフォーマンスダンパーと合わせたアルミのブレースにつきましては、表面の処理にもこだわった仕様としておりまして、愛車のエンジンルームを覗いていただくたびに、愛車への喜びを感じていただける仕様となっております。はい、ありがとうございます。こう開けたら見えるっていうのもまたいいですね。そうですね。パフォーマンスダンパー自体はもうかなりね、昔からあったんで、僕もこの機構というかね、これは効果があるというのは知ってたんですけども、なかなかこう見えるところについている車って今までなかったんで、この見えるところにこれがつけられるのかというのはちょっと衝撃でしたね、まずね。はいはい、さあ、そんな飯田さんですね、映像の中でも実際に乗られていましたけれども、はい、ノーマル車両とこのパフォーマンスダンパーの装着車両と両方乗られたんですよね。そうですね、はいはい。まあ、当然比較して評価をさせていただいたんですけども、はい、まあ、正直言ってそんなに車自体が結構やっぱり性能がいいって言えばいい車なんで、パフォーマンスダンパーってそんなに変わらないだろうなっていうのは、まあ、乗る前の、印象だったんですけども、乗ってみたら、まあ、相沢さんから、いや乗れば分かるからって言われてで乗ってみたら、もうとにかくタイヤがこう転がり出した瞬間から、あれなんか違うぞっていうのをすごく感じたんで、まあ、映像の中にもあったと思うんですけど、正直言って、まあ、あれ違うなっていうのをポロッとこう自分でも喋ってるんですけど、ね、じゃあちょっとそのあたりの驚きの飯田さんの声も、はいはい、ご覧いただきたいと思いますが、ではですね、飯田さんのインプレッション映像ですね、ご覧ください。走り出した感じはね、なんか標準ノーマルつけてないものに対してちょっとなんかこう小刻みなゴツ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 くる感じが増えた感じはしますね。なんだろう、サスペンション足回りを変えた車に乗ったぐらいの感じです。この超低速の走り出したこうスッと動くところで路面の凹凸を拾うと、トコ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 トっていうのがなんかちょっと強くなった感じはするなんですが、どうもですね、この足が変わっちゃったんじゃないのっていうぐらい、リアの収まりがいいっていうんですかね、これ収まりがいいって表現がいいのか分かんないんですけど、今までこう跳ねてこう戻るところでこうワンワンってこう2回で腕が収まらなかったのがパタッパタッってこう止まるんですよ。なんかそれがファーストインプレッションです。でこれからこう橋の継ぎ目に乗るんですけど、だろうね、これ足の動きが良くなったっていう、だからサスペンションがね変わっちゃった車みたいですって言ってもおかしくないぐらい、ちょっとね、本当にそんな変わるんですかね、これもうちょっと乗ってみないと分かんないんですけども、僕のこのコメントはですね、パフォーマンスダンパーの評価のコメントをしなきゃいけないんですけども、サスペンションも変えたんじゃないかって言ってしまうぐらい微妙なんでしょうけど、おそらくね、変化しろはでもね、なんか変わってます、車が違う車です。ところからちょっとだけスピード今上げてですね、車を走らせてみたいと思うんですけども、やっぱりこの気になっていた、今まで気になっていたこのリアの動き、リアの収まりの悪さみたいのは減ってますね、間違いなく。さあ、また今度こうタイトなところね、まあスピードは上がらないんですけども、
あとはこう路面のね凹凸、うん、路面がちょっと荒れてアンジュレーションが増えてるところに車をまた持ってきました。今スポーツの状態です。なんだこれ、なんか落ち着、車が落ち着いちゃった感じですね。一言で言うと車が落ち着く、うん、このなんかタイヤの接地面が増えたっていうか、ここ低速ではあるんですけども、こういうコーナー入ってハンドルをこう切ってまた切り足すところのグリップ感というか接地感がね増えた気がします。特にこうフロントはなんかすごいこうギュッとタイヤのね潰れてる感じが分かる、はい、あとこういうね網網というかね、こうダン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 ってなるところでも車がこうちゃんと収束する、収まりが良さ、うん、振動が少ないっていうんですか、グリップ感が増す、羽が減る、当然なくなるわけじゃないですよ、羽がなくなるわけではなくて収まりがいいんですね。でその羽のこうとんがったところ、嫌なところ、トゲトゲしたところがないですね。その角を丸くして心地よさをだね、車本来の性能なんじゃないかなと、これが本当のねっていうふうに言っても間違いないぐらい、まあ、正直あんまり認めたくないんですけども、変わっちゃってるなっていう気はしますね。はい、かなりね違いが感じられたようですが、相澤さん、飯田さんのインプレッションをお聞きになっていかがですか？そうですね、最初多分動きが見えない部品なのであんまり信じてらっしゃらなかったかなという感じだったんですけれども、まあ乗っていただいて大体感じていただきたいところは見ていただきたいかなと思います。はい、飯田さんいかがでしたか？そうですね、ちょっと褒めすぎかなっていうぐらい映像を見ると褒めてるんですけども、実際に車乗っちゃうともうそれに尽きるんですよね。まあちょっとした、まあ、なんか本当に見えないところにつく部品なんで、そんなもんが効果あんのかよって皆さん思うかもしれないんですけども、これも結構前からもこれも実証されてて、車の先端部分、まあフロントリアそうなんですけども、そこにこのダンパーをつけると良くなるっていうのはこう頭で分かりつつも、このスープラにつけることによってそんな変わるわけないだろうっていうのが、まあ実際やっぱハンドルに乗ってで体感してしまうと、まあまあ、降参じゃないんですけど、まあ、これは参ったっていうぐらい、よく映像の中では足回りが変わってしまったって言い方を僕してたんですけども、まあ、そのぐらい変わりましたね。やっぱり車って地面にこう設置してるとかもうタイヤしかないんで、そこのインフォメーションをドライバーにどこまで伝えられるかっていうのはもう、ね、相澤さんなんか一番そういうところを気になさってやっぱりテストドライブされてるんでしょうから、まあ、その中でそのチューニングをやっぱりすごく大事なんでしょうけども、まあ、それ以上にこのパフォーマンスダンパーの性能っていうのを一番分かってるんじゃないかなって気はしますね。どうですか？そうですね、やっぱりまあ、よくボディ剛性って車の基本性能って言うんですけれども、まあ、まさにその、まあ、これ今回のはこの剛性じゃなくてダンピングなんですけれども、やっぱりそのボディにくっついているサスペンションなので、まあ、そのボディをいかにコントロールするかっていうところで、まあ、サスペンションの動きが変わってきて、でまあ、飯田さんがおっしゃってたように、まあ、サスペンションが変わっちゃったみたいっていうのは、実際にサスペンションの動きが変わるというのはやっぱり感じ取れるので、まあ、それぐらい効果のある部品になりますね。なんかね、やっぱりその低速の時はちょっとこう硬くなったのかなって、こう強さみたいなのを感じたんですけども、実際にその走り出してタイヤがもうゴロ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 転がり始めてしまうと、そうじゃなくてその今までの嫌なその突き上げ感だとかゴトゴトしてた感じがこうなくなってしまうと、不思議な、まあ、不思議な感じっていうか、多分僕らはね、いろんなサスペンションテストしてると、まあ、ごく当たり前にそういうことを感じるんですけども、一般の人が乗ったらどういうふうに感じられますかね？そうですね、まあ、ハンドリング性能もそうなんですけれども、やっぱり乗り心地もトータルで変わってきまして、でまあ、路面入力音ですね、まあ、音すらも変わってくるというところからすると、本当に飯田さんもおっしゃってましたけど、別の車になっちゃったかなというぐらいのところはあるので、多分どなたでも違いは分かるのかなと思ってます。そうですね、特にやっぱりその90から91にね、車が変わることに、その辺のやっぱりそのオーナーになる人のこの心配みたいなのは多分あるとは思うんですけども、まあ、90も91も
ね、ない状態で乗ってもそんなに差はなかったし、ただそのパフォーマンスダンパーつけるだけで結構車が変わるなっていう意味では、まあ、悔しいながらもこんなに効果があるのかっていうのはまあ最終的な僕のなんか車って、ね、もっと一生懸命、ね、サスペンションだとかタイヤだとかいろんなものを僕ら、チューニングって車をいじるときにねこだわってやるんですけども、パフォーマンスダンパー一つでここまでやられてしまうとちょっとあの悔しいなっていうのが正直なところですね。でもちょっと簡単そうに見えるんですけれども、はい、やっぱり取り付ける場所であったり、そのブラケットの剛性だったり、あと、まあ、パフォーマンスダンパー自体もチューニングできるんですけれども、なるほど、まあ、そのやっぱチューニングがそのやっぱ前後バランスであったり、うん、この硬さだったりっていうのをうまく合わせないとやっぱりこううまく出てこないっていうところはありますね。そうなんですね、はい、やっぱりそこはやっぱりあの長年の経験を持つというかね、その TRD、うん、がやっぱりそういうエンジニアリングをしっかりしてるっていうところでできるんだなってやっぱり感じますね、やっぱりね、はい、ありがとうございます。さあそれではですね、続いては柴田さん、マフラーも注目ですよね。はい、はい、じゃあこちらもお願いします。はい、こちらは GR スポーツマフラーとなっておりまして、こちらの商品は A90 系のオーナーの皆様から強いリクエストを多くいただいて商品化が実現した商品となっております。なのでこちらの商品は A90 にも適合しておりますので、ぜひご検討いただけると幸いです。はい、でこちらの商品は、テール部分を交換するタイプのマフラーとなっておりまして、純正のバルブ制御にもしっかりと対応した商品となっております。次お願いします。はい、見えるところなんですけれども、テールエンド部分にはですね、ブラッククロームの加色をあしらいまして、内側にはスリットの加工を、行うことでよりスポーティーなリアスタイリングも実現しております。またですね、エキゾーストサウンドも非常に迫力のある仕上がりになっておりますので、ぜひ聞いていただけるといいかなと思います。はい、さあ実際にですね、実は今日ここで音を聞いていただきたいと思っております。さあそれでは相澤さんお願いします。いかがですか飯田さん。まあ、あの聞き慣れたっていうほらあのこういうの大好きなんで、あのいい音だなと思うんですけども、まあ、下品すぎずというか、はい、どうしてもですね、このやっぱりその、スープラのこれ90が出た当時ね、これやっぱりみんなサウンドに結構あっと驚く人たちが多かったと思うんですけど、それがさらにこう引き出せてるっていうか、いい仕上がりになってるんじゃないかなと思うんですけども、これ実際に材質って、はい、これスチールとステンレスとの組み合わせですか、これは。あ、はい、ステンレススチールとなってますので組み合わせてます。はいはい、でやっぱりね、これスープラをこう変えチューニングしていくときに皆さんすごく苦労したのはこのマフラーで、やっぱりマフラー変えるとこうパワーが出なくなってしまったり、うん、思ったようにこううまく車がチューニングできなかった、できないんですね。このマフラー一つって簡単に、その昔のターボの車だとマフラー変えればブースト上がってパワー上がるってイメージがあるんですけど、なかなかこのスープラって手強くて、マフラーチューニングっていうのに皆さんすごく苦労したんですけども、まあ、その辺も多分バランスされてますよね、これもね。はい、しっかりと確認しております。はい、はいはい、ありがとうございます。ぜひですね、こちらも、はい、ご注目いただきたいと思います。さあちなみにですね、今日ご紹介をいただきました新商品なんですが、キャンペーンもやっています。3月12日までに GR スポーツマフラー、もしくは GR パフォーマンスダンパープラスブレースセットを GR ガレージでご購入をいただきましたお客様の中からですね、先着で30名様に GR スープラ TRD3000GT コンセプトのミニカーをプレゼントします。先着ですので、この機会にぜひご検討いただきたいと思います。本日実はですね、柴田さんにはミニカー、はい、お持ちいただいています。こちらです。はい、ぜひですねお買い求めください。さあということでお話伺ってまいりましたが、 GR スープラデモカートークショーここで終了となります。飯田さん、前半後半とご出演いただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、皆さんお疲れ様でした。それとこれ限定商品なんですか、これ。はい、先着30名様限定となっております。はい、これをセットで買うとこれが漏れなく新
当たるかもしれない、はい、もらえるかもしれない、はいはい、ぜひですね、応募してほしいと思うんですけどもただ今回ねこういう形でやるじゃないですか。でオートサロンの会場だとこんなエンジンかけて音なんかも出せないんですけども、うん、やっぱりこういうライブ配信で、皆さんにこういう音だとかもねそういうのも伝えられるっていうのはすごく新しいな。こう僕らこれ排気ガスの匂い嗅いでこういうの大好きなんで会場でも皆さんにこうね伝えたいなと思うんですけども、そういうのもこういうライブでうまく伝えられたらいいなと思いますね。これからもねぜひですね、はい、皆さん、はい、見ていただきたいなと思いますね。はい、ということでありがとうございます。それでは最後に、柴田さん一言お願いします。はい、本当にスープラ用のパーツは魅力ある商品に仕上がっておりますので、ぜひお手に取って検討いただけると幸いでございます。またですね、こちらのミニカーも本当に非常にかっこいい仕上がりとなっておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では相澤さんお願いします。ですね、私入社した時に、まあ、憧れだったレーシングドライバーの飯田さんとですねまあこのスープラを通じて、まあ、こう一緒に語り合えたというのがすごく嬉しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それとこのミニカーを買うんじゃなくて、そうです、はい、パーツを、はい、パーツも買っていただかないとないですよね。そうですね、はい、ありがとう。僕はでもこのミニカーが欲しいがためにもしかするとそのパーツを買ってしまうかもしれない。買っていただいても構いませんので、はいはいはい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで皆様ありがとうございました。それでは引き続き東京都サロン 2021TRD モデリスタスペシャルチャンネルをお楽しみください。ありがとうございました。